い、どうもおひげちゃんでございます。本日2月21日、何の日かわかりますか？22じゃダメなんですか？蓮舫の日ですね。はい、ありがとうございます。というわけで今ですね、松原のところに来ました。今亀山西からなんか止まってますね。雪通行止めということでね、昨日からね朝寒かったでございますわ。というわけで月着の荷物をですね下ろしてまいりましてですね、まあまあ、9時半なんですけど、今日はね、昼からなんですよ次がね。だからねもうちょっと、まあ、4時間ぐらいはねちょっと急速としても取らざるを得んということで、奈良ラーナーからですね、どこだ、関東方面です。春日部かな、春日部やったかな、あっち方面の明日着なんで、どうしてもこっちを通らないかんってことでね、四日市ら辺は昨日やっぱ踏み取ったんでしょうな。というわけで、ハリーの向こう小倉で多分降りたところみたいなんで、ハリーでちょっと時間潰しときます。休息取ってお昼ご飯でも食べようかな、ハリでね。ハリまでやってまいりましたということで、まあ天気は良いですがちょっと肌寒いでございますね。やっぱ天理スタミナラーメンでもいただきましょうかね。じゃあ今日はハリの、これはドライブインかな、道の駅ハリTRS に行きましょうか。ハリテラス、ハリテラスでございます。結構久しぶりかもしれないですね。大型枠すっげー減りましたね。ここまあまあそこバスなんやけど、大型枠すっごい減った。後ろの方にポツンとあるだけになったわというわけで、あ、これテンスター行きましょうか。テンスターかわり、はい、というわけでございましてですね、久しぶりの天理スタミナラーメンを張り照らしていただきます。いやスタミナつきそう、元祖スタミナラーメンと言っても過言ではないと思うんですが、元祖じゃないかもいやいつも通りのね、野菜のたっぷり入った甘みの出たそしてピリ辛なスタミナラーメン。今回はですね、とりあえず並盛りで、お昼のランチ限定のランチということでね、950円でこの何ちゅうか、チャーシュー丼がついてくるというそういうセットにしてみました。まあお得っぽいのでとりあえずそうしてみました。これですね、なんか見た目ね正直しょぼっとか思ったんですよしょぼっとか思ったんですけどね、食ったらうまいんですよね卵がね、なんか卵巻いてあるし、なんかまかないみたいなと思ったんですけど、これが逆によろしい。うん、非常にねまろやかで、あの僕ちゃん好みでございますね。若干このちょっと子供っぽい感じの味かなこれがね逆に私美味しかったでございますよ。本日ね奈良からはバラ積みということでございましてですね、しっかりスタミナつけてまいりたいと思います。今のマッスルは忘れていただきたい。替え玉と替え玉、これご飯代わりです。替え玉とご飯を代わりということでございましてですね、一回ね定食のご飯がお代わりできるということでございますよ。まあ今回ねあの定食じゃなかったんですけど、丼やったんですけど、白ご飯ならお代わりできますよということでございまして、あとですねおなじみ替え玉でございます。はい、出来たてほやほやのツルツル麺を投入しましてですね、替え玉100円でございます。1050円でねスタミナラーメン替え玉できて、でチャーシュー丼ついて、さらにご飯ももう一杯食えるということでね、かなりお得なテンスタランチ最高でございました。美味しかった、また来たい、ごちそうさんでございました。はい、というわけで、今から集めに行こうと思います。2時を過ぎたところですね、時刻は2時を過ぎましてですね、
ちょっと前までね雪ちらついてましたよ、雪がもううわーと思ったね。まあもうとりあえず止んでくれたね。まあ外は今4度4度でございます。晴れてますけど4度です。寒いね。はい、どうもどうもということでね、すっげえ坂でしょこれ積んでまいりました。はい、バラ積みでございますよ。バラ積み頑張りましたよ。150個。少ない。や、物がすごいでかいやつでしたね。いや、もう気合い入れてきたんですけどね。バラ積みということで気合い入れてきたんですけどね、150個でしたね。まあ時間はねちょっと待機があったんで、まあ16時っすかね。まあ明日の午前中なんで、そんな焦ることもないでございます。はい、行けるとこまでパッと行って、で明日はね、まあ移動日間入るんで、まあ祝日が絡むからのんびり帰ってこれるんで、まあそんな焦らんと行きましょう。ほなまた名阪の小倉ちゃんから行きましょうか。予告予告予告こういうこともあるよってことやな。もう通行止めなってんのかな思った一瞬。名阪国道雪通行止め予告って書いてあるから、えまさかそんなことなってないよね。ナビは出てるからねしっかり。はい、よっこいしょ。名阪国道なかなかマニアックな入り方すんなあ。まあもう高速道ではないですかねこれは。皆さんご存知名阪国道でございますからね。名阪国道のね、昔あったね、あのパーキング、すごいパーキングとかあるんでね、もうなくなっちゃったんですけどね、あれをご紹介しようかなと思ったんですけど撮るの忘れてましたね。僕が大型乗り出した時ぐらいにギリあったか、もうその時閉鎖したかぐらいでしたかね。高峰パーキングの上り線になるかな、うん、高峰パーキングってあの反対側は景色のいいとこあるんですけど、その反対側がね昔あったんですよ。またそれご紹介できる時は出しようかな。はおやおや、はおやおや、東名阪に入ったらもういきなり吹いてますわ。まあこれ新名神の方はねどうやら止まっとるようでございますな。はい、430休憩をいただきましょう。7時過ぎなんでここで最後ご飯食べていきます。え空いてる。今回はですね、焼津丸さんですかね、で、カツオたたき丼をいただこうということなんでございますが、誰もいないんですよねこれ。誰もいないんですよね。僕より前に来てたねお客さんもずっと待ってたんですよ。ほら探してるでしょ。まあ、ほんでね、もうラッチがあかんからね、もう隣の店にちょっと誰もおらんのですけどって呼びに行ってね、なんとか、まあ、作ってもらったわけでございます。カツオたたき丼、ご飯は大でございます。ご飯大盛りは有料でございましたというわけで、まあ、カツオということでね、美味しいカツオでございますね。まあ、あの味は、まあ、カツオです。はい、カツオのたたきという、まあ、かもなく不可もなくぐらいでございます。まあ、100円でね、あのまあ酢飯ですわ、中身ね酢飯なんでね、酢飯100円でアップして、その分ね、あの隙間からご飯が見えてしまうというね、まあ、これは致し方ないでございますけどね。まあ、ご飯っていうのはね、トータル的な感じもあるんでね、結構待ってね、なんかそんなにあのごめんなさいっていうぐらいやったんでね、それもねちょっとやっぱそういうのも張っちゃうかな、どうしてもね。からね、同じ飯食わされんのにね、あの5分もね、なんか落とさなくいきなり5分も10分も待っとったらね、なんか何のこっちゃわからんからね、その分ちょっとマイナスポイントになっちゃいますけど、まあまあ普通に食べたら美味しいカツオのたたき丼でございました。というわけで今回はですね、静岡サービスエリア上り線で、カツオのたたき丼をいただきましたということでね、店員の方、お店を離れるときは何か札を置いて行ってください。もうしばらくしたら戻りますとかね、急に来たら困りました。まあでも美味しかったです。ごちそうさんでございました。はい、今日はね、この辺りでね、サービスエリアパーキング探しはしません。直接現地の方まで行きます。まあ、ちょうどねちょっと
休憩したら、あれですね、12時ぐらいに落っこちれます。五日か去ってぐらいで降りて、行きます。春日部ちょっとどこだ、4号線を下っていけばいいのかな、はい、五日で降りまして4号線を走っていきます。しっかり割引が効きました。そうじゃ、なんか道の駅があるな、道の駅ところまで行こうか。どこにも昭和っていうところの道の駅ですって。あ、ここで朝までちょっとお休みします。我が輩はダラマの神様、ダークダビーダビー、カエルダビー、全国の女子高校生たち、チャンネル登録、グッドボタン押さないと足開きダビー。